こんにちは。日本語クラスです。お元気ですか？私は元気です。えー、私は今日本でえー、2月です、えー、本当だと2月はとっても寒い時期時期というのはシーズンですが、えー、地球はやっぱりおかしいですね。あのすごく暖かいです。はい、えー、そういう今変な。 ええー、かい日本からえー、このポッドキャストをえー、と作っていますはいえー、今日もリラックスして聞いていってくださいあのあんまりえっ、ー、とスライドスクリーン見なくて大丈夫ですはいえっ、ー、と見てほしい時はあの漢字とかがちょっとあったりちょっと難しい言葉あるときだけなのであんまり見なくて大丈夫ラジオみたいに聞いてくださいはいえー、今日はですねあの バレ,ンタインバレンタインデーこれが今回の今日のテーマですはい実は今話しているこの今はもうバレンタインは終わった時です終わりましたはい、えー、で私バレンタインの話しようって思ってなかったんですがいやーちょっとよく考えたらそうだそうだ 日本のバレンタインってすごく変なんだなっていうのを思い出しましたはい他の国と比べるとあの,全然違いますあのもう変な文化がいっぱいありますはい知ってる人も多いと思うしえっ、ー、と 実際どうなんですか日本人はどう考えてるんですかとかそういうところをちょっといろんな多分知らない人にとってはすごいいろいろ新しい情報す過ぎて全部話したら本当大変になっちゃうし私も今回ちょっとあの調べたら私も知らなかったバレンタインのでこういつから日本はこうやってちょっと。 オリジナルのの独特のバレンンタインになったかとかとそういういのを知らなかったですねでなので,、えー、でも細かく説明するとあの長くなってしまうので、えーまあ、大事なところを中心にあと面白いことを中心に <laughs> そして私の経験を中心にできれば <laughs> そこが一番面白いかもしれない <laughs> 皆さんにとってどこにも書いてないインターネットにない話ですからね。うん 私が日本人として経験したことを、あのー、皆さんに伝えられたら話ができたらいいかなと思います、はいえー。ですがまずはその日本のバレンタインとはどういうものかどういうのが日本のバレンタイン日本のバレンタインデー バレンンタインデー2月14日です、ね、そういうとその時何をするのか日本人はっていう話からまずしましょうえっと皆さんの国だとどうですか何しますか ?2 月14日今年は何をしました皆さん何かしました何にもしてない人もいるかもしれないけど、まあ、ヨーロッパ の人は何かする、うん何かあげる何かもらったとかそういう人多いんじゃないかなと思いますね。はい。えー、日本の場合はえー、大きく他の国の皆さんと違うのが女の人があげるんです。はい。女の人がもらうんじゃなくて女の人が 誰かにプレゼントするというのが日本のバレンタインです。はい。多分ほとんどの皆さんの国が男の人が女の人にあげるっていうのが多いんじゃないかなと思うんですが、日本はその反対なんですね。なんですかね。そうそう。えっ、ー、とこれはですね、ちょっと簡単に日本のこうバレンタインの 歴史みたいなことを言うとあの日本でバレンタインデー2月14日をあのこう何かプレゼントしましょうというのが始まったのが大体65年くらい前だそうです。でヨーロッパの国々に比べると遅いと思います。だ、うん、だから結構最近まだ 日本のバレンタインデーの歴史はそんなに長くないと思います。でその65年前の時はあのちょこ、えー、今チョコって言いましたが今はチョコレートをあげるのが一番みんながよくやることなんですがその一番最初に始まった65年前の時は化粧品とか服洋服とかをあげるっていうのが あありました。あったっそうです。食べ物じゃなくてよかったんだけどその5年ぐらい経った後、まあいたい60年くらい前からバレンタインにはチョコレートをあげましょうという、えー、チョコレート会社の宣伝広告コマーシャルですね。それが、えー 有名になったそうですそれでその時の女の人たちがあチョコレートいいな <laughs> と思って、えー、女の人から男の人にあげるようになった。でこの女の人からあげるっていうのが、えー、始まった理由はいろんなこうなんですかいろいろ言われていることがあるみたいなんですけど一つは。 あの日本人って女の人が男の人に何かをあげるとか女の人から男の人に何か言う特に「あなたが好きです」っていうことをあまりできないっていう文化がありました。こうありましたです、ね、今じゃなくて。<laughs> 今,今の 女の人は自分から男の人に私あなたが好きっていう人は少なくないと思いますいるいるいると思います、うん、ですが昔はねそんなに女の人からそうはっきり言,え言うことできないで男の人が女の人に好きですというのがよくある形と 考えられていたんだけどいや女性の皆さん女の人たちこのバレンタインデーだけは女の人から男の人に好きですと言っていい日にしましょうとお菓子の会社とかチョコレートの会社が言い始めました。そうあの すすごいです、ね、頭がいいいでね頭がと思いませんか <laughs> これを言ったら女の人は「あいいないい日だなよしそっかただ好きです」って言うのは恥ずかしいからチョコレートをあげてそしたら相手も喜んでくれるしそれでちょっと手紙を書いて渡せば「私好きです」って言ったら私の恋人になってくれるかもしれない。 って考えて女の人はチョコレートを買いますよね買ったりチョコレート作るための材料材料を買って自分で新しくもう一回チョコレート作ったりとかして女の人を買ってくれますねだからすごいですもうバレンタインビジネスですねうん これで日本中の女の人たちはチョコレートを買ったりお菓子を買ったりした、うん、チョコレートの会社はお金がたくさん入りますはいすごいですねもうビジネスですよ日本人ビジネス上手ですね <laughs> 怖いですねそう まああででもままそんな話ですよまずまあ始まりは大体そういう始まりそれであの女の人が「この日だけは勇気を持って恥ずかしくない頑張る私」っていう気持ちで男の人に「好きですという」と言うんねこの写真の通りですよね。これは高校生が、ね、ちょっと恥ずかしそうな顔してますね。 で男の子がちょっとおっとやっぱり恥ずかしそうおおおるごとみたいなねそうで例えばこれもそうえ、ね、かわい,いです女の子が言います私作ったからチョコもらってくださいとかねなんか言うんですねでこれがあなたが好きですということあなたが好きですっていうのを言うっていうのを告白するって言いますはいまあ知ってる人も多いと思います。 自分の心の中にある本当の気持ちを相手に言うっていうのが告白するです。はい。そうそうそう。だから日本人が考えるバレンタインデーというのは告白する女の人が好きな男の人に告白をする日っていう風に考えやすいです。そのイメージは強いです。 はいこれは今もです、うん、この昔の60年前からだいたい始まったこの文化は今も続いてますだからチョコレートの会社とかお菓子の会社はもう毎年毎年バレンタインデーはもうお金がいっぱい入りますねもういいですねそうだからあのこのチョコレートのお客さんが買うのは この二月十四日っていうのは一年間の中でもちろん一番買うし、それは一年間の中で日本人が買ってくれるチョコレートの全体の二十パーセントだそうです。すごくないですか。残りの八十パーセントは他の日に皆さん買ってる。日本人好きですよチョコレート、そうだから買うんだけど、その中でも二十パーセントを もうこの二月十四日に買っているらしいです。すごいですね。いいビジネスです。<laughs> そうそう考えてしまいます私は。<laughs> 上手だなと。うん。で、うん、そうですねあの。そうそうそうこんな感じで、えー、どうしようかな話す順番を今変えようかな。 まずこの流れがあります。はい。で、なんで相手に好きっていう女の子が頑張って相手に好きって言ってもいい日なんですね。だから実際はえー、あまあ、実際言います言います。あの好きな人に告白することするんだけど、これ面白いのが男の人の方が結構面白くて、はい。あの やっぱり2月14日何かもらえるかもしれないとか誰かから告白されるかもしれないと楽しみに待ってるんですね男の人たち <laughs> これが不思議ですよねちょっとね面白くてこれちょっとあのスライド次のちょっとスライド今よかったら見てくださいこれはですね学生ですね これは中学生でもいいし高校生でもどっちでもいいと思います。はい。えー、これ2人男の子女の子がなんかいい関係です。でも多分まだ恋人じゃない。ででも好きなんですね。どっちも好き好きで。で女の子がチョコレート作って自分で作って買うんじゃなくて自分で作って。でこの。 パッケージこの袋に入れるのもこの袋も買うんですよちゃんとあのダイソー100円ショップで買ったりあとは無印良品というお店ありますね無印良品これ世界にもありますねえー、マレーシアにもありましたえー、外国にも今無印良品増えてるみたいです無印良品の,あの袋結構いいので何にも書いてないから。 あの結構シンプルでよくてで、えー、作ったのをでこれあげるあげるねで「わ!」ーってね「く、ね、れるの?」みたいな「えー、みたいな <laughs> でこれこう日本人の男の子中学生も高校生もよくあるのが「あありがとう!」とかじゃなくて「あ,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 あうんううん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 家で食べる」 ありがとうみたいな「ありがとう」とうもちょっと小さい声で言うみたいなはっきり言う言うことできない恥ずかしいからです <laughs> 多いですそういう男の子多いですでもらってからその後帰る時とか家の中でうわーって「やったーもらっちゃったー嬉しいなー」って。こう女の子の子前では このくれた女の子の前ではこんなうわーとかしません恥ずかしいから <laughs> そうかっこ悪いと考えますそういう風にしたらもっとクールに「あう,あうんうんや他の子にももらったからこれ3つ目」とか言いたいぐらいの本当は誰からももらってないのにそうあのそういうのですでなので 特にこのバレンタインの日2月14日に気にするすごいもらえるかな今年はもらえないかないや今年ももらえないかないや今年こそ一つはあの田中さんからもらえるかもしれないとすごく楽しみにしてるのはやっぱり学生です学生の男の子ですはい。 それえー、小学生3年生ぐらいからもう「あ日はバレンタインだ」「もしかして誰かからチョコレートもらえるかも」って思って学校に行くそして誰からももらえないですっごくこう「あ」って思って頭を下げて家に帰るっていうのが えー、大学生までも続きますねはい長い <laughs> 小学生から大学生まで小学生の3年生だからもうえっ、ー、と789歳ぐらいですかね9歳ぐらいからもうそうやってボラバレンタインでもらえるかなもらえないかなもしかして机の中に入ってるかなチョコレートとか。 はいもしかしたら靴の靴置き場のところに僕の靴の中にチョコレート入ってるかもしれないって思ってるのは本当にもう9歳ぐらいから大学生22歳くらいまでまたはもっと上までです本当にはいもう男の子というのは幸せですね楽しいでしょうね2月14日ずっとそんな。 ね、いつもらえるんだろう朝かな昼休みかな帰る時かなとかね考えてるんだと思いますよだからあの実際本当に、あのー、その男の子が帰ってくると家に帰ってくるとお母さんとかその兄弟が「に、ね、どうでってる、ね、今年もらえてる?」って聞くのはよくあります。はい <laughs> の男の子はもうすごい すごくこう暗い暗く静かにしてたらまあ何にももらってないし何、えー、か何も言わないけど何か笑ってるなんかとても気分がいい時は一つぐらいもらったっていうことですね。うん、でそうですねあのただこれが面白いのが、えー、この一つもらっても二つもらってもいいんですけど。 これ本当に「あなたのこと好きです」のチョコレートか「いやいやいやあなたは友達ですいい友達だよでも好きすごい好き恋人になってねの好きじゃないよ」っていうそういうチョコレートあるんですねはい私あなたが本当に好きだから恋人になってのチョコレートと で友達としてあなたが好きでチョコレートあげるっていうのがありますでそれがこっちですちょっとスライド見せますはいなんかすごい漢字がいっぱいになっちゃったんですけどでも全然難しいこと書いてないから心配し,しないでくださいあのあまずですねちょっと読むと本命チョコ義理チョコ友チョコ自分チョコはいえー、まず行きましょう でえー、この辺は本当にもう日本人の文化 <laughs> です変な文化 <laughs> またはやっぱりチョコレートの会社が考えた新しいビジネスモデルです怖いですねそうちょっと言いますよえっ、ー、とね「あなたが好きですだからチョコレートあげます」はこれです本命チョコって言います本に命命ですね あなたのことがもう命と同じ命はライフです死んでもいいくらいみたいなそんな意味ですかね本命あなたが一番です他の人じゃないあなたですっていうのが本命チョコでえー、友達あなたは男の子だけど例えば女の子から見て相手男の子男の子の友達だよあなたはね友達よいろんな話できて楽しいよねでも あなたは恋人じゃないよ。恋人にしたいとは思ってないよ。でもいい友達の場合は、ギリチョコって言います。これ。これをですね、男の子は、まあ、もらうことが多いです。ギリチョコ。これもらえるだけでも嬉しい。<laughs> 何ももらえないよりいいですからね。<laughs> 家族にいじめられますから。 「あらあなた今年も義理チョコももらえなかったの残念ね」うるさいな」来年はもらえるよ義理チョコぐらい」田中さんは多分来年くれるよ」<laughs> そうそうそうなので、えー「あなた友達ですよ」って言った義理チョコ」。 はい、であと「ともチョコ」っていうのはこれそう友達の「友です「友チョコ」。友もチョコも義理チョコと結構似てるんですけど、えー、とこっちは、えー、と女の子同士私自分女の子相手も女の子で「私チョコレート自分で作ったよ」で「えー、相手の友達も作ったよ」じゃあチョコレート作ったのを「 交換しましまょう私もあげるしあなたからももらう私たちはいい友達だからっていうのが友チョコですまあ最近はこれ「友チョコに男の子が入っている場合も十分あると思います。はい、で義理チョコの方は結構、えー、と学校でもいいし会社会社の中でも ギリチョコはとても多いですあの会社の上司にチョコレートをあげるとか女の人がですよ女の人が自分の上司男の人の上司にチョコレートあげるでも「あなたが好きです」じゃないですね「いつもお世話になってます」「これからもよろしくお願いします」のチョコレートだからそれは義理チョコですだしえっ、ー、と上司だけじゃなくて で同僚とか、えー、部下でも大丈夫男の人にあげる会社の中であげるのが義理チョコ、はい、ですねで、えー、最近増えてるのが自分チョコ自分チョコ <laughs> これ最近本当に増えていますはい自分チョコはもう名前の通り自分で自分に買いますこれは買うことが多い みたいですね自分で自分にいつもは買わない高いチョコレートを買う。はい、えー、日本はこのバレンタインの、うん、2週間くらい前バレンタイン始まる2週間くらい前になるとデパートとかあとはスーパーとかで特別なチョコレートを売り始めます。はい バレレンンタインデーーののためのチョコレートでそのチョコレートはその,その時しか買えないんですね。あの特別な高いチョコレートだから例えばフランスの有名な人が作ったとっても高いチョコレートですとかチョコレートの箱にチョコレートが4つだけ入っててこれで3,000円ですとかえー、みたいな。 もうえー、4つしか入ってないのに3,000円みたいなでもこれはこう特別なカカオを使っているとかと,とても高いワインが入っていますとかブランデーが入ってますとかウイスキーが入ってるとかそういうのでそういうのは本当にその時しか買えないので、えー、前はそういう高いチョコレートを、えー、ギリチョコ うん、ギリじゃないかな高いチョコレートは本命チョコで使ってたんですね女の人たち自分で作らない場合は買う場合は高いのはだけど最近は、えー、本命チョコもいいけどいやいやいやこれは私食べたいと <laughs> あげない <laughs> あげないで私食べたい <laughs> と言って自分で自分に買うっていうのが本当に増えてるそうですはい その気持ちは分かりますよね、うん、だって本当に美味しいと思いますから、うん、その時しか買えないし、うん、なので、えー、自分チョコっていうのも増えてるであのー、自分のために買う私いつも頑張ってるよね仕事も家族の世話も頑張ってるからいい今だけは3,000円の高いチョコレート自分だけのために買ういいです 私いつも頑張ってる自分お疲れ様という気持ちで買う。はいで、えー、だからこれ結構最近ですね。まあって言ってもでももうここ5年10年ぐらいかもしれないけどはいでえー、とこっち謎のなんか分かんないこと書いてありますねカタカナでね。ホワイトデー この「デー」は日本語で「デー」って書いてありますが英語の「デイ」です。D A y、D-A-Y。「デイ」です。はい。あのホワイトは白ですね。え白い日白い日って何ですかこれも多分この名前も多分日本人が作ったんだと思います。はいこれはですね。えー、日本の日にちだと3月14日です。3月14日 バレンンタインデーは2月14日でしたよねホワイトデーというのは1ヶ月後これはあの本命チョコとか義理チョコをもらったら2月14日にもらったら1ヶ月後に返します何かをあありがとう1ヶ月前のバレンタインデーあなたからチョコレートもらったからこれ そのお礼ありがとうねと言って何かを買ってプレゼントしますはいそれがありますこれはアメリカにはないらしいですね多分ほとんどの国ないでしょう <laughs> でこれもやっぱりビジネスですねはいもう これもお菓子の会社のビジネスですホワイトで。はい、えっ、ー、と例えばこっちの「えー、と本命チョコで、えー、あなたが好き」って告白されたでそしたら、えー、とこの時に「あなたが好き」って言われたまたは手紙も一緒にもらってすぐに返事をしないで1ヶ月後に返事をする。 はあなたを恋人にするかしないかという返事を1ヶ月後にするっていうのがホワイトデーでその時に返事もするし、えー、と何か食べ物も返す例えば、えー、ホワイトデーでよく返すものがクッキーマシュマロクッキーマシュマロママシュマロはあの白いあの柔らかいお菓子です。 ママシュマロ甘いあとキャンディー飴ですクッキーマシュマロキャンディーが、えー、ホワイトデーでよく買われるもの使われるものだそうです。はい <laughs> えっってね <laughs> また買うんですかって日本人は <laughs>。そうなんですよ買いすぎですよ。そうだからえー、とー まあ最近はもしかするともうすぐここの本命チョコで「あなたが好きです」って口で言ったり手紙で書いたりして渡してすぐすぐもう1か月待たないですぐ返事をするっていうことの方が多分多いと思うんですけどうん私の学生の時えっとそうですね20年前。 もっと前かな25年とかそのぐらい前の時は、えー、ホワイトデーに返事をする好きです好きじゃないです恋人になりましょういいえなりませんの返事はやっぱり1ヶ月後っていうイメージがあります特に学生の時自分が学生の時はだから女の人1ヶ月待たなければいけない長い いやもうだからあの今の若い人って待てないですねそんなに長くはうん SNS でもうすぐに返事がもらえるじゃないですか「えまだ?」みたいな1日返事しないだけで「え遅い?」ってなりますよねそれ1ヶ月待ちますってね「え私のこと好きえ嫌いもう分かるでしょ今すぐ分かるでしょって思うので多分。 待てないと思うんで多分ホワイトデーに返事をするのはちょっと遅いと思うんですがまあそういう文化はありましたはいでえっ、ー、とギリあそうなのでホワイトデーに返事をするかどうかはちょっと是非皆さんの周りの若い人に聞いてみてくださいこれちょっと人によっても違うかもしれないあと何歳かによっても違うかもしれないのではいでギリチョッ この方はギリギリはあの会社の上司にチョコレートあげましたっていう場合とか、えー、友達の男の子にチョコレートあげたとか、はい、の時は、えー、これは別にあなたが好きとか何か返事を待っていますというのはないのでこれは本当にホワイトデーに返します何かそれはさっきと言ったものクッキーマッシュマロキャンディーとかを買って返すのが、えー、よくある。 やり方ですはいそれで、えー、そうですねなんであの返さなきゃいけないっていうのはまあ学生は楽しいかもしれないけどちょっとあの会社で働いているお父さんたちはいお父さんたちはあんまりお金がないと <laughs> だから。 <laughs> あのね、全部仕事でもらったお金は家族のために使わなければいけない使わなければいけないね使いたいんですけど使わなければいけない子供のためとか奥さんのためとかだからあのチョコレートもらって義理チョコもらって、えー、例えば義理チョコで1,000円のチョコレートもらったらホワイトデーでも1,000円ぐらいのものを返さなきゃいけないんですよ。 やっぱり日本人は同じくらいのレベルのものを返すっていうのがあのマナーとして考えますだから1,000円か1,000円のチョコレートかでも1,000円があったら美味しい昼昼のランチランチが外で食べられる 毎月奥さんからあんまりお金もらってないのにな1,000円そして今年は4人からもらってしまったチョコレートギリチョコ4,000円分何か買わなきゃ4,000円は大きいなあー自分のお金なくなっちゃうな毎月あんまりもらってないのに例えば毎月1万円しか奥さんからもらってない その中の4,000円使わなければいけないといったら結構大きいですね。だからうんそれで最近はあの会社の中でこのチョコレートをあげるギリチョコギリチョコの文化はだんだんなくなってきているらしいです。うん、でもまだまだありますね。うん、全然あります。はい でですの,であのそれは会社にもよるかもしれませんがはいありますよ。そうでそうですねあのちなみにですがそのチョコレートであちなみにちなみに、うん、いや簡単に言っておこう,、えー、とこうチョコレートあげますっていう本命チョコはあのそうさっき言いましたが学生が、えー、作っ ああげるるっていうのもあるし、えー、と会社員の女の人が自分で作ってあげるっていうのもあるんですが、えー、特に、あのーそうですね、家族にあげる場合もう結婚している相手にあげる場合は手ず自分で作ったものじゃなくて買ったものをあげることは結構多くて、はい、例えばそれが最近はチョコレートじゃなくて。 え他のものもに変わってきてきいいるらしいです例えばネクタイをあげるとかワイ,ンワインです飲み物のワインあげるとか時計ちょっと高い時計ですねいい時計をあげるとかに変わっている。ですのでホワイトデーで返すものもあのクッキーじゃ安すぎますから。 えー返すのには例えばネックレスとか、えー、アクセサリージュエリーですねはい、えー、何でしょう女の人が体につけるものネックレス、うん、そういうものとかをあ高いですねそういうものを返すっていうのが最近増えているらしいです。まあ、だけどこれもやっぱりちょっとビジネスかなって思いますね。 多分日本人だんだんこのチョコレートもうだんだんもう飽きてきたまたまた今年もチョコレートか、ね、チョコレート太るからな今ダイエットしてるのにな、ね、あ,あんまりあげないほうがいいなうちのうちの夫にもなチョコレートあげるとなまた太るからなってねなるからじゃあ奥様ネクタイはいかがですかって言って買わせるはい。 時計はいかがですか時計は食べることはないですよ。っ、ね、てそうそうそうですからこれもちょっとあのビジネスの感じがしますね怖いですねチョコレートの方が安いんですけどねそう他のものよりねはいそうで、えー、でしたでですねもう一個私はちょっと一つこれは大きな問題だと思ってるのがあって こ、えー、これれでですす、えー、最後のスライドです、えー、よかったら見てください、えー、手作りのチョコをあげるのか買ったチョコをあげるのかどっちがいいかっていう話なんですけどこれ皆さんは手作りの方がいいでしょって思う人多いかなうんえっ、ー、と一般的に考えられている 日本で考えられてるのは告白する時「あなたが好きです」「恋人になってください」っていう時のチョコレートは手作りチョコレートが多いはずです。はい、うん、でそれはあのあなたがあなたのことを考えて一生懸命自分の時間を使ってそして私が自分で 作ったというその気持ちを出したいから手作りチョコレートにするうんだからもらった方もその方が買ったものより嬉しいはずだと女の人は考えますはいでどうでしょうでも実際どうでしょう本当ですかそれは 本当に男の人はそれで嬉しいですか <laughs> そうあの私もこれは、えー、作ったことありますよ手作りチョコレートねうんえっ、ー、とあさっき言い忘れたんですけど「あ,のあなたが好きです」っていう告白じゃなくてもチョコレートあげあげますよあのもう恋人 もう前から恋人で付き合ってますっていう場合でも「あ,のあなたが好きよ」「もちろん変わらないよ」「この気持ち」ということで、えー、チョコレートあげるんですけど、えー、とあとはそう、えーと「結婚した相手」にもあげます。はい、だけどでもあのー。 そうですね私あげたことあってその時になんかですねその相手の人がなんかあのもらってあり喜んでくれたんだけどあのなんか「でもさ」って言い始めてなんか最近手作りのチョコレートもいいけど高級な高級高いってことですね。 高級な珍しいチョコレートを買ってあげるっていうのも流行してるらしいよって私に言ったんですねでその時私はすごく気分が悪かったですもちろんはぁと思って <laughs> 何 <laughs> 私が作ったんだよ <laughs> わざわざ作ってあげたのにって思ったんですけどそのそういっ た彼の話を今回も思い出したし前もちょっと考えた時にそれは確かにあるなと間違ってない気がするって思って何でかっていうと一番はあの別に私とか普通の女の人たちって別にチョコレート作るのすごい上手じゃないですよもちろん。 このバレンタインの時しか作らないですよ。それももうできてるチョコレートを買ってきてそれをわざわざ包丁ナイフで切って小さくして鍋に入れて溶かす溶かすっていうのはか、えー、かったものを水みたいにしますよね溶かすです。でそれをもう1回、 ぐる,ぐるぐるぐるかき混ぜてミックスしてまた固くするんですよじゃあちょっとハートのハートの形にしようとか丸くしようとかいろいろやったことない人がその日だけやってで作るじゃないですかなんか味ももちろんもうそのままでも美味しかったのに <laughs> あと一番気になるのは その本当にこのチョコレートは綺麗かっていうこと何 <laughs> かなんでしょうねえこう普通の家で作ったチョコレートなんてなんか本当にこれ綺麗なの別にあ私の家が汚いというわけじゃないけど相手にそれは見えないし相手も確認できないからちょっと気持ち悪いって思う。 気気ももしたんでそそれも分かるその気持ちも相手の家のキッチンは本当に綺麗かとかチョコレート作る時に髪の毛が髪ね髪がもしかしたら入ったかもしれないかもしれないですどのくらいちゃんと手を洗って作ってくれたとか分からないはい、あ、でもすね <laughs> これチョコレート手作りチョコじゃなくて手作りケーキを作る人もいるし手作りクッキー作る人もいるし、えー、手作りマフィンマフィンとか、まあ、ケーキの小さいものですねとかプチケーキとか作る人いて失敗する場合もあるんですよもちろんその時しか作んないですから初めてやりますからその女の人たちね私もだし。 だかかかから美味しいいどうか分かんないですだけど女の人は美味しい「美味しいおいしくないそれは大切じゃないそこは大切じゃないの私があなたのために時間を使っていっぱい考えて作ったからこれが愛ですだからいいでしょうまずくても食べてね」というのが女の人の考え方。 だけど男の人からしたらいやいやいや <laughs> 買ったものの方が美味しいよ <laughs> そんなにねいいよ無理してね今日この一日のためだけにそんなにいいよいいよ今までやったことないこんなケーキ作るとかやらなくていいよってねやっぱり思いますよそれも分かるはいだから、はああ 手作りチョコレートってもらったら本当に嬉しいのか分かんないなってちょっと私は思ってますはい <laughs> 自分が男の人だったらというか自分がもらう立場だったら私は手作りじゃなくてもうほんとごめんなさいだけどもう買ったものがいいもう買ったものの方が安全って思ってしまいますもうあのコロナウイルスありましたよねああいうのもあるし やっぱり買そうあの昔だと買ったものだとこれ大体いくらくらいっていうのがはっきりしてしまうからだからなんかちょっと良くないねっていう考え方あったんですけどいやいいと思います私今だったら全然いいと思いますもう,いいいいもうこれがもう500円でももうもう全然安くても500円でもいいよ。 いや2,000円とか3,000円とか高いの買わなくていいよいいいもう500円で十分だってもう500円でも高いじゃないっ、ね、だってチョコレートなんて本当別に100円ぐらいから買えますからはい、あ、それで500円の買ってくれたらもういいです嬉しいですって思ってます今 <laughs> そ,そのほがもう味も絶対美味しいはずだしもう綺麗だし。 <laughs> それでいいそれでいいそれが本命チョコでもいい買ったのでもいい本命チョコでも,もういい全然嬉しいもうそんな気がしましたはいだからちょっと私は最近は手作りチョコレート特に手作りの食べ物みたいなのをなんかなんか他の他人他人からもらうまあ,あのいいですそういう家族じゃない人 なんかどこで作ったかよくわからないもの。は、ちょっとなんか怖いって <laughs> ちょっといいです。買ってくださいって思います。なんかそうだから、昔私にそれを言った。あのその私の恋人はあのちょっとそれを言ったことは確かに間違ってないかも。ってちょっと今にも今をわかる気がします。 だけどその,その時ねチョコレートあげた手作りチョコレートあげてすぐにそれを私に話すっていうのはそれよくないと思うんですけどうんちょっとそういう思い出がありますね。はいどうでしょう皆さんの国ではどうでしょうその手作りがいいのか買った方がいいのかっていうのは多分これ結構考え方とか文化とか関係あると思います。はいね うーんちょっと教えてもらえたら嬉しいなって思います、はいえーで。ちなみに最後、えー、とちょっと私調べたことをお伝えしたいな、せっかくだから。えーとですね、あの小今年の調査で、えー、と小学生、たい2000人くらい、小学生と中学生です、合わせて2000人、2000人です、結構多いですね。2000人くらいに、えー、とチョコレートを、 チョコとかチョコレートとかお菓子をバレンタインの時にあげたことありますかっていうのをああげる予定ありますかですねえっと今年にあげる予定ありますかですごめんなさい今年のバレンタインにあげる予定ありますかって聞いたら、えー、どうだったかというと、えー、その2,000人の答えは、えー、あげますだ誰かにはあげますって言ったのが82%だったそうです。多いでですすねね小学生中学生生中はやっぱりあげるんです、ね あげるで9だけあげないと言ったそうです、うん、でじゃあ次の質問誰にあげるんですかえー、これ123123あって 3, 3番目が好きな人にあげますおお44%好きな人2番目が家族にあげますお<ー>家族は47%だから好きな人44% 家族は47%ちょっと上がりました。で、一番多いのがこれがですね。えー、っと同性の友達だから、女の子が女の子にあげるっていうのが一番多かったということ。これ77%です。すごいですよね。ほとんどですよね。77。もうだからもう小学生。中学生はもうバレンタインになったらもう。 学校にチョコレートとかを持って行って友達と交換するこれえこれ私の時もやってたうん20年以上前もやってましたはいえー、ともうこれはちょっともう話しておくんですね「ねえねえ明日のバレンタインなんか持ってくる?」うん持ってくるよ」うんと私も持ってくるからチョコレート交換しようね」とか言うんですねそうしましたしましたはい 今も変わっっててなないんだなと思って、うん、で次の質問3つ目が、えー「それは手作りですか手作りのものをあげますか?」と聞いたら「全部手作りです」「はいもちろん」と言ったのがだいたい50%すごいですね小学生と中学生はもう2人に1人が作ってる家でやってますね。 で、えー、後の人たちえーとですね。でも、約30%の人はえっ、ー、と誰にあげるかによって手作りか買うかを分けます。というのが答えでした。えっ、ー、とだから多分これはえっ、ー、と本当に好きな人には手作りで義理チョコとか。友チョコは？買うっていう答えの意味ですね。うん。 で最後の質問がこれ面白い最後の質問が小学生中学生に聞きましたその本命チョコです本命チョコだから「好きです」っていう「あなたが好き」っていうチョコレートをその好きな人にはどうやってそのチョコを渡しますかっていう質問でこれが、えー、123あって3位ドゥドゥンその人の家に行って渡します 三番です。これ二十三パーセント。おお、いって、渡すんだ。ピンポン、すいません。山本君、いますか。すごいですね。これ、今。スマホで。チャットで呼べるのに、S. N. S. で呼べるのに、家に行くんですね。面白いですね。これ、私の時と変わってないです。行きます。グっていうのね、き、はい。で、二番目。で、でん。公園などに。 相手を呼んで渡す <laughs> かわいいこれ25% 3位は23%だからまほとんど変わんないですねすごいですね4人に1人は公園に呼ぶんですちょっと学校終わったら公園に来てちょっと話があるからうんお、うん、わかったもうこれ絶対もう分かってんですねもううんわかった何も知らないふりしてますけどあ、俺は チョコレートもらうぞってね。今日もらえるな。それも呼ばれたってことは、これは告白されるぞ。みたいな。<laughs> あの友達のチョコレートだったら、えっ、ー、と義理チョコとかトモチョコだったらもう学校ですぐ渡します。あ、あ山田君はい。どうぞチョコレートあげるよ。今日バレたいんだよね。はい、すぐ渡しますから。呼んだらもう告白です。これは？おめでとうございます。 そして1番ドゥドゥン素晴らしい1位です。1位はですね。学校で相手に直接渡すです。これはでも26% 26だから2位と1%しか変わらないからまあ、ほとんど同じですね。まあ、公園に来てじゃなくて、学校で渡す。大体学校の授業終わった後ですね。はい。 やっっぱり朝渡すすていのはない聞いいたことないですね、はい、学校授業終わってちょっとちょっとすぐ帰れないで教室にいて残ってとか言ったり、えー、そうですね体育館スポーツするところ体育館って言います体,体育館のドアの前にちょっと来てあとで行くかなとか言ったり。 ち、まあ、っちゃい手紙でこう書いて渡して「どこそこに来てください」って書いたりあと今は SNS あるからメッセージで伝え「ちょっとどこに来てください」っていうのもあると思いますね私の時は SNS ないから手紙で「ちょっとどこ来て」とかもうそうあの「ちょっと帰らないで教室にいて」とか言ったりするのは聞いたことあります、はい、そうだからこれが一番だからもう えこれ変わってない私の小学生中学生の時と変わってないなと思ってあ面白いなと思いましたはいうんねなんか可愛いですよねそういやこれでも楽しいでしょうねやっぱりもらう人楽しいと思います男の人は楽しいと思いますいいなあ <laughs> 別にうん今年は別に何もあげないと思いながらあの普通に学校に行くんですが男の子は「バレンタインは絶対に学校休まない」はい。<laughs> 何をもらえるか何が起こるかわからないと楽しみにしてるんですね男の子はね幸せですねいいですねそうそうそうそんな感じです、はい。でした。皆さんの国でではどううしょうか あと手作りチョコがいいか買ったチョコがいいかちょっと本当皆さんの意見を聞きたいはいどうでしょうねうん私はいいと思うんですよ買ったチョコでも綺麗だし美味しいし絶対美味しいしはい、いいじゃないですかいくらか大体分かったっていいですよそんなんはいでしたえー、今日は思った以上に喋って話してしまってもうびっくりしてます私はい。 えー、調べたことを結局全部話しした気がします <laughs>、えー、ここまで聞いてくださった方々は本当にありがとうございます。えー、ということで、えー、今日はもうすぐ終わりにします、えー。この後すぐ終わりにしますのでちょっと皆さん待ってください。えっ、ー、と JLPT 勉強してる方、えー、私皆さんを助けます。はい。 特に読解リーディングは難しいリーディングは難しいのでビデオレッスンがあります。えー、ぜひ使ってください。N2N1 です。えっ、ー、と他にも5位文法あります。はい。全部これ私のオンラインレッスンのリンクから申し込みができます。見てください。リンクは下のコメントのところに書いてあります。はい。えー、そして私は、えー、ズームレッスンもやってます。えー、急ぎます、話します。ズームレッスン3つビジネス日本語と会話の練習と。 プライベートレッスンをやっています。えーとビジネス日本語は電話、ビジネス電話、ビジネス電話。いやー難しい。はい、をやったり、面接の練習をしたり、いろいろメール、ールビジネスメールを勉強したり、えーいろいろやってます。はい、敬語の勉強をたくさんします。えー、はい、よかったら来てください。あとは、えー、会話の練習は日本人の友達と話す時の練習。 はい、デスマス。使わない話し方とか、たくさんやります。楽しいです。そして、プライベートレッスンは、皆さんの好きなこと、えー、私、教えます。JLPT、えー、リーディングでもいいし、会話、EJU、あとは、えー、JLPTN5 から N1 まで、えー、どんな方でも教えます。ぜひぜひ一緒に勉強しましょう。はい、全部オンラインレッスンです。はい、私の下のリンクから見てください。 はい、えー、そして私 X やってててまますすす Twitter です、はい、このリンクを下に書いておきますぜひ見てください、はいえー、と今日は、えー、バレンタインの話をしましたまさかこんなに長くなると思わなかったですがえっ、ー、と皆さんの国と全然違うはずなので、えー、皆さんの意見とっても楽しみにしてますえー、自由に是非書いてくださいお待ちしてますはいえー、いつもあの聞いてくださって本当に本当にありがとうございます 本当にもう一回言いたい、本当にあのいろんな国の方聞いてくださってるみたいで、本当にありがとうございます。えー、これからもどうぞよろしくお願いします。